はい、おはようございます。高田の馬場健生三方です。ついにやってまいりました、スーパーストリートファイターカーニバル2017、なんとこのバカな企画も 3年目こんなことやってんだずっとって。ストリートファイターカーニバルとは何ぞやと、大体平日ほぼ毎日使ってやる、ポイントランキングバトルです。参加することに1ポイント、勝つともうプラス1ポイント、それで前回優勝者、今回は微分さんですね、微分さんに勝つとプラス3ポイントと、そうです。微分さんはなめぽをするとまずいです。しかも今回の第1回戦の相手ガロボーです。頑張ってください。というわけで、前回優勝者微分さん、いつものやつやってください。はい、皆さんお待ちかねのストリートファイターカーニバルですけれども、今回もストリートファイターカーニバル精神にのっとって、クソムーブをぶつけ合いましょう。それじゃあいきますよ。世界で一番面白いゲームはバギーズ。はい、ありがとうございました。じゃあ手前側、中西対ババラムネ、奥側、石黒とトラ、で行きましょう。じゃあ何気にもう有識者になってしまった、周平君に、じゃあ、どうも周平です。ガロボーなんか まともなこと言わなそうなんだもん、大丈夫。じゃあガロボーにマイク渡すよ。はい、ガロボーでーす、どうも。です、はい、はい、じゃあ、ワンピーが中西、ツーピーがババラムネと、で奥側が、はい、石黒トラ、始めてください。じゃあいよいよこれから2ヶ月間よろしくお願いします。はい、始めます。お願いします。さあ、あ、そうだ、レクラリアとルールがありましたね。特別ルール1ラウンドですね。今日の忍者レクラリアとを、まあ、クリティカさせた場合は、今日の忍者レクラリアと、忍者レクラリアと台の方をクリーンヒットした場合、あなたは1ラウンドもらえます。はい、特別ルールです。相手の体力がどんなに残ってても、はい、1ラウンドもらえます。はい、まあ、そんな条件がつくほど当てにくい技ってことですね。さあ、ワンピーカー中西さん、どうやらセーバー勢ということで、ありがとうございます。本当にもう、でもこれは馬場さんがなんかこう、クソムーブですね。もう世界一に面白いゲームの洗礼を早くも受けてしまいましたが、面白いからこのガロボーさん喋らせておこうか。そうですね、ガロボーさん知識が豊富なんでね、いろいろ教えてくれると思います。そうですね、まあ、半年間しかやってないですけどね、まあ、それに知識があるんで。さて、ここはそうですね、今の投げ失敗ですね。挑発じゃないですよ。 C ボタンは挑発出ちゃいますね。そうですね、挑発と投げを兼ねてるんですね。めくって、馬場さんがこうクソムーブを押し通して勝ちましたね。はい、中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。これからもバーヒーツお願いします。ね、セーバーっていいゲームでしょ。いやセーバーは面白いですね、本当にもう。じゃあ、ショウヤとエアガイツカメ、ショウヤ、エアガイツカメ、これはエアガイツ仮面のジョニーマキシマム。あれ、奥も終わったっぽいぞ。奥はトラさん負け、石黒さんですね。石黒マキシマムが勝利。じゃあ奥で、株モサリお願いします。ショウヤ半蔵ですね。さあ、ワッキー側ショウヤ半蔵、半蔵スピ側さっきと、さっきと同じ組み合わせですかね。ジョニーマキシマム、
さあこれはまあ先ほどと同じような展開が予想されますが、ここはもう翔さん頑張ってほしい。あーっとこれはなあ入ってる入ってる、これはミスったが、実はこの A 級ミスってもほとんど隙がない、うん、あ、当たった。さてさっきも同じようなの見えましたね。あー、知っててやったんですね、今の。さすがですね、勝ちため。さあ、追って、次は、まあ、一回影響狙いに来たぞ。このところで勝利権使ったけど、まだ勝利権に隙がない。一応、あの勝利権、着信隙があるんですけど、距離が長いせいか隙がない。そして、あ、影響ミスったが、やっぱり、影響ミスっても隙がない。おっと、これは、おっ、はい、柴田さん、チャンス。チャンスだが、あーっと、勝利権が決まってしまう。ここから、さあ、固めが、あー、踏んじゃいましたね。固めからの飛び道具で、やかいつかめの勝利です。じゃあ、レドベル周平で。あ、じゃあ行ってきます。さあ、レドベルさんと周平さんですね。はい。さて、ストリートファイターカーニバルではかなり上位に食い込むレドベルさんと周平さんの戦い、まあ、しかしやはりワンヒツーにおいてはやはり周平さんの熱意がちょっと一歩埋まっている印象はありますが、さあどうなるか。周平さんは今メインキャラにしているブロッケン、そしてレドベルさんはドラゴン、まあ、ドラゴンといえばやっぱあれですね、こうあのそうやばこれですね、これですね、もうイカの名物のもうドラゴンの姿勢いいですね。アッチャー、あとしかしあーっとこの熱いドラゴンコール、しかし試合は周平のブロッキングが優勢に進めているぞ。さあ頑張れレドベルドラゴン。セツとウニカ、セツとウニカ、この空中飛行思ったよりも着地の隙が少なくて結構結構そうなんですよね、あの着地に反撃しようとすると投げられちゃうとかあるんですよね。さてさて、まあ周平さんこの空中飛行をうまく使いこなしているが、あーっとこれはチャンスだったか、おーっとこれはちょっとコンボを決めきれなかったか。さあ、おっと、おっとここで空中飛行からの透かし投げ、ここからは飛び道具での固め、この飛び道具は意外と隙が少ないんですよね。おっと、いいぞドラゴン。さあ、これ100列からのまだ分かんないぞ。さあ、これだ、おっと、もういいですね、2人とも最後まで先生の姿勢で、まあ、周平さんの勝利ということで、はい。はい、遠征とちくわ、遠征とちくわお願いします。これは半蔵風魔対決ですね。まあ、半蔵風魔対決は結構あれなんですよね、まあ、スト2の有形戦とはちょっと違う駆け引きが、まあ、出てくるので、まあ、結構面白い組み合わせですね。やっぱニガチャップがある分だけすごい独自性があるって感じですね。じゃあ奥側でフワックさんとボン、ボンさんとフワックさん、オッカーでお願いします。じゃあちくわさん乱入を、ボーナスステージを終えて、さあちくわさん半蔵ですよ、半蔵踏ません、あ赤とブルーですね。確かに、はい、金になっちゃいますね、黄色じゃねえか、黄色じゃねえかなんでおかしいんだよ、エンケン。お前、そういうとこだぞ。せっかくこう赤とブルーっていう、ガロボが珍しく気の利いたことを言ったと思ったら。あー、それで、まあ、エンケンさんの気の利かない影響で、一本で引っ張っておきましたね。ブルーちゃんがやられた。さあそして、まあ、通常技の差し合いは若干風魔に分があるかと思いますが、あとこれですね、やっぱり2段ジャンプがあるから対空が難しい。さて
元空中将棋からの将棋で将棋合戦になってますね。結構そうですね、この対決めくりに行こうとしても将棋点がめくりに落としたんですね。やっぱ表に出してもめくり落とせるっていうのは強みですね。そしてやはり通常技の固めは風磨に分があるか、小足がねすごい強いですよね。おっとこれはさすがに将棋拳うまい。あ、2人ともやっぱ将棋拳うまいですね。おっとこれが引っかかんないぞ。ここはジリジリした打撃が面白いけど、あー時間切れ、ここで時間切れ、炎帝風磨の将棋です。ガドボさんで風磨と半蔵どっちが強いと思います？まあ、俺は通常技の性能でフーマーだと思います。フーマーですか。はい、微分ガロボー、微分ガロボーこれですね、行ってきます。前回優勝者、岡はボンさんと勝った、ワールドヒーローズ女子ボンさんの勝利。じゃあ岡で秀樹と時の扉、秀樹と時の扉、じゃあワンピー側がガロボーのラスプチン、でツッピー側が前回優勝者ビブンの半蔵。前回自分ビブンさんの半蔵に強忍者で下り屋と下りましたから、ね、あ、くれてますよね。下りました。恥ずかしかったですね。あれはもうあれアルティメットKOでもいいじゃねえかっていう感じするんだけど、基本的に何も出して何にも出さないジャンプにしか当たらないぐらいな感じですね。ちょっとでもね、攻撃安定が出てると潰されちゃいますから ね、 そうですね。あれさあ、小作からガルボさあ削っていく。全然体力を削れていない微分。さあこのまま負けてしまうと前回優勝者のため、ガルボにプラス3ポイント、これでガルボが勝つことにより4ポイントが入ってしまうと。まあ微分さんもやってますからね。でもなんで半蔵を選んでしまったのか。いや、あー、これはかくるか、あー狙いましたね今ね。いやー、ガロボーはジャンプしなかった。さあリーチを先にかけたのはガロボー。さあ飛び道具が跳ね返して、さあやっとファーストアタックピブン。あー、コサック、これ中断ですね。あ、これ中断なんですか。これ中断なんですか。さすがガロボー効かない。さあ蹴りからのあーっと、ここは飛ばない。なんで繋がってんのそれ。さあ忍者でクラリアとクリーンヒットすると、あ、これ繋がってんだ。あ、投げ、どうだ。これはいい勝負ですね。あ、このゲームあれ、はい、通常投げが連続技で繋がるみたいになってるんですけど、あ、実際はそうではないと。そうではないと思う。投げ返しもできるわけです。さあ、奥が扉さん、はい、じゃあ、グラ・ナルサイエイ、グラとナルサイエイお願いします。あ、この空中ファイヤーボードが、ね、好きないんですよね。あっと、まだ大丈夫。さあ、レコーダー、 お刺さった。残りタイムは20。 あ、これは減りますよ。これはね、まだ、ガードボーさんの勝利で3ポイント獲得ですね。おめでとうございます。これあれだっけ、あの連打早い方がずっと握り続けられるんだっけ。なんかあんまり2回ぐらいなんか受けてる側はあんま連打しても意味ないかもしれない、ね、あまり意味ないと、はい、じゃあ、じゃあそれが指摘と、それが指摘と、あ、どうも。いや、アルティメットルールのおかげで飛べないのがきつかったですね。適当さん、適当さん、あ、
なるさゆい勝利。じゃあ、R1 と白次郎奥 で、ね、前回の大会でそれがさん優勝してますからね。ワヒスの3とはもしかありました。強い方ですからね。まあ、そういうのはそれがさんの立ち回りが加わってかなり、まあ、やばいことになってる感じですかね。さあ、この組み合わせは、まあ、一応ちゃんと有利ですけど、やはりドラゴンの速さがちょっと対処しづらいか。これからもそれがさん優勢に1ラウンド取りましたね。あれね、たまにたまにそうですね、本物のドラゴンの声が分かんなくなる時あるんですよね。再現度が高いですね。さて、これの試合はあっと、投げが強い。試合は小滝だったか。あとこれそうです、和筆はこの打撃と投げの二択が強いんです。まあそんなことで、それがさんの勝利。なる春日部、なる春日部。じゃあ、なるさんと春日部さん。だから、なるさんはジンギスカンかな。いつもの、いつものジェイカンですね。うん、ジェイカンですね。で、春日部さんが半蔵ですね。はいはい。半蔵はやっぱりそうですね、ジニスカン相手だとあんまアルティメットルール狙えないかもしれませんね。あんま飛ばないからなんて。さあ、これはこれはそうですね、やっぱまあ疎通だとまあ有利有利って感じなんですけど、ワーヒーの場合はこのいわゆる本番に当たるジニスカンがスライディングを持ってるんで飛び道具をくぐれちゃうという。スライディングが対空になりますからね。で、これはまあやっぱジンギスカン有利かなって思いますね。さて、ここはバトクドーから、まあ、しかしこの組み合わせならこの体力差なら分かんなかったけど、あーっとナルさんがスライディングで押してった。あ、ナルさん押しが強いですね。はい。これはおーっと足払いからの飛び道具。スライディングは意外と好きないんですけど、今日とスライディングでもあのめり込まなきゃ反撃受けないのかな。おっと、あ、ちょっとめり込んじゃいましたね今の。こっからの飛び道具で春日井さんが1本。最終ラウンド、やっぱ半蔵側としては飛び道具が通じづらいっていうのがいいとこですけど、おっとここは奥では白次郎さんが勝利ですね。白道もさすがに跳ね返る時が意外とあるんですよね。隙多いんですよね。これはああこれは今日の忍者レクダリアとか当たりましたね今。当たりましたね。しかもそれでフィニッシュというね。そう素晴らしい。おめでとうございます。素晴らしいですね本当に。おめでとうございます。春日部さんおめでとうございます。まあある意味3本勝ったみたいなそんな感じですね。次が、ババさんと、あ、羽道さんとババさんですね。はい、羽道さんで、手前側で奥で石黒さんとエアガイツカメン。今この挑発は欠かせませんね。ただあれですね、バキシャムにそうやると影響くなっちゃうかも。開幕それやると死にますよ。あ、これはまあまあこれぐらいの遅延行為は大丈夫ですかね。ボーナスステージをこうフルに使うというね。
ここで挑発を忘れない。さて、マドラゴン対マキシマム。さあ、これはちょっとマキシマムはね、ネクリの取り込み落としづらいんですけど、あ、今のは止まっちゃいましたね。あ、今のネクリですね、今。ネクリスラからの、あ、投げだけど、お、うまく内返しましたね。おっと、スタミナリからの、やはり、あ、やはり、これはやはりこれ、あ、あと、あ、ちょっとミスったけど、お、あ、そうですね、マキシマムとかリョウコは、ああいう延長になるんですね。ネクリスラがね、少し投げ前の外から投げると、ね、あの掴みの影響に投げになるんですね。だからまあ結構投げ前は広めってことです。おっと、しかし今のは投げられるタイミングではなかったか、投げが下がってしまった。あ、ここでピヨッてから、はい、今度永久、あー、永久失敗したけど投げでフォローした感じですね。最初ラウンドは、おっと、あ、菅原さん、勝利点上手いですね。さあ、ここはアクションムーブだけど、あ、そうです、ワーヒーが、そうですね、慣れないとああいう大攻撃が暴発しちゃうことが多いんで、この辺りは本当にもう慣れですね。それにも、あの小攻撃が軽く叩く感じで出すといいと思います。エクリスが上手いですね。おっと、やはり恐るべし馬場さん勝利ですね。スライディング、バーさんの勝利ですね。じゃあ奥でモサリ周平、はい、じゃあ行って、エンテイウニカ手前で、おお、これは名勝負の予感がしますね。エンテイさんの風魔対ウニカさんはジャンヌ、そうですね、先日こうあのガクさんにジャンヌの恐ろしさを言ったようなを足回されたんで、まあそれでジャンヌって感じですかね、はい、おっと、ボタン配置気をつけてください。さてボタン配置は OK みたいですね。さて試合開始、あーっと、ここから、あーちょっとパンチが多かったか、しかし対空からのまあ半分減らすコンボがジャンヌの恐ろしさではありますね。ジャンヌはもうああいう風にスライディングで攻めても強いけど、もうあれ普通に立ち回っても強いんで、あ、しかしいい勝負だぞ。おっと、そうですね、なんかジャスティスソードは判定は強いけど無敵時間が短い感じですかね。まあね、まあ、エンテイさんがなんとか一本って感じですね。さてこうどう立ち回るか。おっと、焦げたぞ。焦げたらジャンヌといえど、ジャンヌといえど負ける可能性がある。さあここで飛び道具の打ち合い、まあ、ジャンヌ側としてはフーマのしゃがみジャックキックでスライディングを止められてしまうので、むかついにスライディングが打てない。さあこれは、おっと、はい、エンテイさんコンボを決めて勝利をもぎ取りました。じゃあ奥でガロボーとボンさん、あ、わかりました、奥で俺とボンさんですね。で手前側で時の扉と鳴沢優衣、はい、じゃあ、あ、はい、ギガの実況できませんね、ちょっと残念だけど行ってきますね。あ、そっか、やるかい、はい、あ、じゃあそうしようか。じゃあ奥でそれだし白次郎、はいはい、はい、どうもノーラインのガローです。スーピー側に座ってるのは、我らがリーダー時の扉さんですね。はい、で対するは鳴沢優衣さん。まあ、今回は、ホンダで出るってことでしたけど、まあこれはそうですね、ノーライン的にはまあジニスカンのことですね。はい、さあこの組み合わせ、個人的にはジャンヌ優衣だと思いますが、まあリーダーがどんなやり方を見せてくれるのか、まあ、どんな作曲をしたのかちょっと楽しみですね。さて、これはやはりそう、こう先生、あのこけるジャックパンチ、こけるジャックパンチをうまく利用して接近して打撃と投げの2択をいい感じに仕掛けてますね。そうです、あの連携が、そう、割り込みにくいんです。さあ、おっと、ここで鳴沢さん割り込んだが、スライディングがめり込んで投げられる。まずは時の扉さん、1本
ここはお互い様子見だが、そうですね、飛び道具が跳ね返されたときになんとか溜めを持続したいところですね。このゲーム結構カクカク動いてもカメが持続されるので、僕はそれが資産勝利ですかね。おっと、と言ってる間に試合はおっとリーダーの大きめチャンス、おっとこのスライディングの連携、これがまたこれが割り込みにくい。さあジャンヌの強みを生かして鳴沢さんもう一本取り返す。さあやはりこの中間距離でのおっとスライディングくぐって投げる、ここはそうですね、ジンギスカンの遅いジャンプが裏目に出ましたが、さあここからジャックパンチで牽制するが、気がつけば鳴沢さんが体力を半分以上リード。さあこれから、あスライディングジャックパンチ、あこれはあスライディングで押し切って鳴沢さんの勝利です。鳴沢さんが勝利ですね。強いですね、うまいですね。もう準々決勝ぐらいですか。あ、もう1試合春日部さんと慎吾さん手前で、あ、じゃあ奥で試合していきますね。はい、はい、あの忍者レクラリアートの関係で、はい、半蔵手前でみんなからやんないとダメっていうね、判定がね、はい、ありますからね、はい、で先ほどしかも当ててますから春日部さんは、あ、もうそこ行く有識者マイクを持つがいい。いや、よくわかんないんですけどゲーム大丈夫です、あのそれがガチ勢なんで。もさっきフワクさんにあのジャンヌの下叩きかれて、どうやって出すんですかって聞かれて何一つ答えられなかった多分ためです優勝者さあこれ 1P が春日部さん、次が、2P が慎吾さん、ラスプーチン、ラスプーチン珍しいですね。多分なんだろう、ガロボさんリスペクト。さっき僕有識者じゃないんですけど、ね、これどうなんですか、え、何か組み合わせですか。はい、自分は半蔵が有利だと思います。あ、本当だ、はい、あ、近寄らないあ、小足がやっぱり辛い。そうですね、あの小足が本当に判定強いんで、まあでも近づいちゃえばもうラスプーチンだと思います。あ、やっぱりあのクソリタクが、お、あ、これ下段からの、まあ、ただ無敵があるので、あ、そっか、これまあ油断はできないですよね。で先ほどね、忍者ネクダイヤと当てたんでこれ辛そうだな、まだ頭痛いですけどね。あ、辛っ、あ、ピヨりましたね。安定の投げ、ダメージでかいですね。あー、しかも狙ういいですね、今のあー、いや、強い春日部さん、ストレートで勝利ですね。さあ、次は次が、ババさんと、仮面さんですね。あ、もうこれベスト8ですかね。早い、これはマキシマム対決ですかね。あ、ガロボさん、あ、おかえりなさい。ガロボさんにマイクを、はい、マキシマム対決です。はい、どうも、はい、おー、マキシマム対決いやいや、ハメ合いですね。これはすごい絵が見れそうですね。結構あのハメ、醤油剣でも抜けにくいんで、やっぱ先に仕掛けた方が有利かなって印象はありますけど、さあどっちだ、おーっと、これは焦って投げを失敗したな。これをしっかり決めますね。さすが、やかりつかめ、やっぱあれですね、ミスしないですね。そう、ポンポ乾燥率高いですね、やっぱ。やっぱババさんも負けずに、ここやっぱ、ワンゴミにくいんですよ、これが。あーと、C だとちょっとね、挑発が漏れちゃうんでね。このゲーム、そうですね、まだ投げに関して、あ、今、わかんないとこ多いんで。あー、ほんとこれが、そわこ言ってる間に、やかいつ仮面が押し切った。仮面さんの勝利ですね。いや、ほんと。この対決はまた早いですね、ほんと。
でお次は遠帝さんと周平さんということで、風磨のブロッケン。この対決はそうだな、一応風磨有利だと思うけど、でもあれですね、ブロッケンも全然やれる組み合わせですね。さてこの間合いではどっちを仕掛けるか。あ、なるほど。あ、これはあれですね、空中飛行の失敗ですね。まあ、オキセメに行ける距離じゃなかったのが幸いですね。あ、これはオキセメが、そうです、ブロッケンは無敵技がないので、こういうオキセメがきついんです。一旦離れるとこういう反転の強い技を振り回して、まあ、結構弱らせないことが可能なんですけど、おこれはエンツさんあれですね、うまいこと空中飛行の隙をジャックパンチで落としてますね。これはもう遠帝さんの風磨がペースを握ってる感じですが、あ、そうですね、こうなるとちょっとブロッケンは逆転が難しいか。さあ、おっとちょっと分かりづらいジャンプだったが、あ、まだピョってないが、ちょっと周平さんの、お、あ、周平さんここでコンボミス。こうなるとなかなか風磨のラッシュが終わらないぞ。さあ飛び込みから飛び道具そして昇竜拳。さあ遠帝さんの風磨が押し切った形で勝利ですね。じゃあガルボーナルサユ、俺とナルサさんですね、負けちゃいましたね。ガロボーさんとナルサワさん、ジャンヌとラスプーチンですね。さっき時の扉を倒して、はい、上がってきました、ね、上がってきたナルサくん、固めがすごい精度が高くて多分相当強いと思います。ガロボーさんどう切り返すかですね。まあ、でもガロボーさんもいろんなジャンヌと戦ってきてますからね。まあ、かつてラスプーチンで優勝もしたことがあるという。そうですね、あの勝利ポーズやってましたかね、あのよね、あ、伝わりづらい、まあ、初め何か分かんなかったですね、分かんなかったですからね、あの解説が必要な笑いはちょっと笑いではないんではないかな、ね、さあそこで削っていくガロボー、いつも通りですね、こう強キャラが勝つかやり込みが勝つか、うん、でも鳴沢くんも言うてもやってるよね。あ、そうですね、やり込んでるよね、お、あ、やれるか、つながんなかったか。あ、さあ投げてフォロー、まあね、あれ返しづらいんですよ、すごい、あれね、あ、暴れる、お、あ、どうだ、あ、さあ、両者こする割り返しは面解放、この隙のないファイヤーボール、しかもね、跳ね返してもいいことないですからね、あれ隙がないですね、あの中段も、はい、ファイヤーガード、あー、判定の強い空タイプですね。あの、オーナーの手に神経通ってないのやばいですね、やばいですね、はい、おっと、あと少し、どうだ、削った、削り、最後は削りですね、あー、惜しかった、そうありましたね、ワンちゃんね、うん、勝ったな、ガロボー、じゃあソリガシと、カスカベ、危なかったですね、まあ、この前そうですね、学さんのジャンヌに結構ひどいことやられたけど、まあでも俺結構ジャンヌ戦好きなんですよね。あー、面白いですよ。いや、マドなんですかね。ワンピーがカスカベ、ツーピーがソレガシでございます。カスカベさんがここまで上がってきましたね。さあ、この半蔵ドラゴンってどうなん、個人的にはドラゴンの方が有利かなって思いますね。やっぱ体調が強いんで、あ、大体もうめっちゃ気で落ちちゃうんで、さあそこ中国、あとは、あ、これ永久チャンスですね、寄ってもう一回、あ、
手堅く投げた。肝臓側としてはこのドラゴンの足の速さも嫌ですね。今更だけどこのゲーム投げ抜けないよね。ありますよ。投げ返しがあるのか。投げ返しですね、はい。投げ足も相手がこう投げるタイミングを読んでないと、あーこれ難しいんですよね。おっさにはいい感じですね。もうそう言ってる間にピオラスからの F でソリガス勝利。まあさすが優勝経験あるだけありますね。やり込みですね、ソリガスさん。週末の東西戦を控えてなんでドラゴン仕上げてんだこいつさあ。まあ、じゃあエアガイツ仮面エンテ。それを言ったら僕もちょっとアンディに不安がありますけどね。まあ頑張りますよ、交際戦聞いてね。どうせまたジョーとか出てるんでしょ。いやいや、アンディですよ、ここ。アンディですか。さあ、ワンピー側がエンテ、ツーピー側が、アガイツカメ。さあ、俺はやっぱりそうですね、エンテさんがエアガイツカメのためを、おっ、つながっておりましたね。おっと、一気に殺し切った。そうですね、これがあるから風魔怖いですね。あいまくこれ甘いでしょ。ははははははやっぱりマキシマも寄らせないような感じになると思ったんですけど、エンテさん積極的に攻めてますね。おっと、ここからあー、これ一気に入りましたね。ミスんないぞ、これ。ピヨッスね。ピヨッタあとは1,2,3,1,2,3 はい、お互いにすらない。そうですね、A 級には A 級返しと。あー、そうですね、もう大足の隙にスラが刺さったらそのまま死ぬっていうね。さすが世界一面白いゲームですね。さあ、これはどうするか、エンテイさん。お、これは攻める、高木攻めるか。あー、これはまずい。これは嫌がったね。空振りの隙を見逃さない。この辺の差し合い能力はさすがか。さあ、嫌がった目の勝利です。あれ、さっきまでさっきまでボタン配置聞いてたんですけどね。じゃあガロボと、それがし、はい、やりますか。さあ、ワンピーがアンディを全く触ってない、ガロボ、ツーピー側、今日はギースを触ってないそれがし。まあ3日後でも週末ガロスク大会ありますからね。ありますね、一応東西戦の前に、前日にやってみようじゃないかということで、明日は9号、明後日がガロスペットになっています。さあ、ラスプーチンを使うのがガロボー、そしてドラゴン使うのがソレガシー。ノーマル選んでくださいね。もうこうなっちゃうとどっちか勝ってもおかしくないですね。ここまで2人ともやり込んでますから。さあ、固めて投げていく。これはどう？いや、ドラゴンだと思います自分は。ドラゴンですか、はい。じゃあだいぶドラゴンって強キャラの扱い？そうですね、自分は上からジャンヌ、マキシマム、ジェイカン、リョウコだと思ってるんですけど、その次に自分はドラゴンだと思います。じゃあ S ランクとすれば A ランクのところに位置すると。そうですね。さあ投げていく、あっという間にガロボーに追い越されてはいるが、さてここでガロボーが取っていく。あ、うまいですね。珍しいの当たりましたね。あれ返して意味あんのか、あれってこれずっと思ってましたけどね。ちゃんと意味ありました。ちゃんと当たりましたね。投げとの二択ですかね。おお、射程が広くなる。小作が当たって、さあ二択当たった。佐賀さん跳ね返しもうまいですね。そうなるとこのスプーンが削っていく下段で、あー、これはつながってる。ガロボーさん勝利ですね。おめでとうございます。この借りはガロスペで返します。じゃあ、決勝ですね。誰だ、ヤガイツ仮面さん対ガロボーさんですね。さあ
ガロボーさんは微分さんにも勝ってますからね。さあ勝つのはライジンかミスター MVS か、どっちの技が勝つのか。さあここまでの試合でも見てると、まあ、ガロボーさんのクソ2択とあと矢口亀さんが仕上がった A 級、ね、A 級ですね、はい、どっちがね先に技を当てるかっていう感じになると思うんですけど、はい、そう開幕は飛び道具合戦。さあ このパンチですね、このクソみたいなパンチにさっきやられたんですけどね、本当強い。これさあ下段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 中段下段下段下段、読み間違えるとコンボになっちゃいますからね。あ、コンボになってるんですね、あれ。あ、コンボになってますね。やばいっすよ。しかし、これはワンチャン入って、さあピヨって、さあミスるか。さあミスらない。さあ、矢口亀さんがリーチ。さあ、思わずガロー様苦笑い。取り返せるのか。ワンドツー。さあ、開幕はまずファイヤーで、空中ファイヤー。おっと、これはさあ、まず誤解して画面足。ここまではさっきと同じ流れ。あ、さあ、画面危ない。スライディング。さあ固めて固めて、ダートが硬い、体力半分リードがあって、ライオン生の仕掛けパンチが入って、さあスライディングミスった。コンボから昇竜、はい、これは壊し壊しからの、さあコンボで1-1、コンボを決める。いや、さすがですね。いや、やっぱりね、自分の師匠ですからね、ガドボーさん。あ、そうなんですか、ええ、今初めて聞いたそうなんだ。いや、そうです、そうです。あ、ワーヒーツの師匠。ワーヒーツの師匠です。ということは師匠を応援してる。師匠、うん、まあそうですね。あ、これは気づいてワンコンボ。あ、さあこのままパーフェクト。勝ったのはガロー。ガローさん優勝ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあインタビューは周平さんにお願いしましょうか。で、ガローさんが、はい、で師匠のインタビューをお願いします。あ、ちょっとぼやけてますね、これ。あ、なんかもうシャツがアップになってますね。もうガロボー。あ、じゃあ今回はボイスオンギーってことで。はい。あ、食療法ですね。あー、いいですね。おー、なんか叩いたらガロボーさんのシャツがアップになる。あー、治ってきた。引きでガロボーさんですね。はい、あ、優勝したガロボーさんです。おめでとうございます。いやー、嬉しいですね、お前も。そうですね、やっぱり今日は30人でしたっけ。そうです、そうです。もうまずそれに驚いちゃいましたね。そうですね、こんな今日水曜でしたっけ。水曜からね。まあまあ、さすがは世界一面白いゲーム。面白いゲーム、やっぱりね、頑張ってきた甲斐がありますね、ガドボーですね、本当にもう、どうでしたか、今日の大会は。やっぱハイレベルでしたね、本当に、強者ばかりでしたね。はい、はい、もう、何戦が一番きつかったですかね。何戦がきつかったかな。いや、みんなきつかったってことで。みんな強者ということで。はい、はい、どうですかね、まあ、味方さんでもこう常にワギツ稼働してもらってるんですけども。まあ、そうですね、まあ、例えばこの前俺とガクさんがガチ勝負してたら、はい、まあ、周りからどん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 入ってきてくれないとか。 ね、まあ、それはすごい嬉しいんですよね、俺としては、はいはい、やっぱりこう引きつける力があるということで。まあ、世界一面白いゲームですからね。そうですね、はい、今後もね、みんなで盛り上げていけたらと。そうですね、もう、はい、思うんですけど、俺と周平さん中心になって盛り上げていこうと思ってるんで。そうですね、まあ、皆さんよろしくお願いします。はい、ガロボーさん、なんか最後に、一言ワヒー。もうあれしかないでしょ、あれしかないでしょ。あれですかね、あれしかないでしょ。じゃあ行きますよ。いいですか。行きますよ、皆さん。世界で一番面白いゲームはワヒーツ。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、ガロボーさん優勝おめでとうございます。ありがとうございます、というわけで、以上ストリートファイターカーニバル2017開幕戦でした。お疲れ様です。次回の許す限りの試合の方遊んでってください。明日は、KOF95 です。
8時半ぐらい、まあ9時ぐらいから配信始めると思います。よろしくお願いします。では